今回はアニメチェンソーマンについて、放送直前の情報や、これまでに判明している裏事情についてまとめていきます。アニメチェンソーマンは、10月11日火曜日の24時から、テレビ東京系列にて放送が開始されます。新潟や福島、そしてアニマックスについては、放送日が10月21日以降となりますが、これらの放送地域にお住まいの方でも、Amazon プライムビデオにて、10月11日火曜日の25時から、最速配信されることが発表されているため、このサービスに加入しておけば、リアルタイムで視聴するのと変わらない空気感で、アニメを楽しむことができます。ちなみに Netflix や Hulu など、Amazon プライムビデオ以外の動画配信サービスでは、1日遅れとなる、10月12日水曜日の25時から配信開始となっており、またこれらの配信サービスを契約していない方でも、アベマやらを見て、同じく10月12日水曜日の25時から、1週間限定で最新話が無料配信されるため、これらのサービスを利用するのがおすすめです。そんなアニメチェンソーマンについて特筆すべき事項として、制作委員会方式ではないことが挙げられます。基本的に映画やアニメなどの作品は、複数の企業がその作品の制作資金を投資する、制作委員会を組織することで予算を確保しており、この制作委員会に参加して資金を拠出することで、映画やアニメの収益の一部を、リターンとして得ることができるという仕組みになっています。つまり、チェンソーマンのアニメを作るためのお金を出せばきっと儲かるはず、と判断した企業が、投資の一環として制作資金を出し合うわけです。アニメを制作委員会方式で作るメリットですが、いろいろな企業が作品に関わることで宣伝がしやすくなったり、アニメのグッズやゲームなどを横展開しやすくすることで、さらなる利益を生み出せるといった点があり、そして何より重要なメリットが、複数の企業が資金を出し合うことで、出資元の業績の悪化や倒産による、アニメ打ち切りの心配がなくなることが挙げられます。逆にデメリットとしては、出資した企業が作品の内容に対して、その立場から様々な意見を出すことができるため、攻めた内容のアニメが制作しにくくなることや、アニメ制作会社が制作委員会に加わっていない場合、アニメ制作の現場にはアニメで生まれた利益が、配分されないなどの問題があります。ここで制作委員会を組織していない作品の具体例を紹介します。まず型破りな作風で名高いポプテキピックは、キングレコードの単独出資で作られており、また記録的なヒットとなった鬼滅の刃は、集英社アニプレックス UFO テーブルの、3社の出資により作られています。鬼滅の刃については原作でも凄惨な描写が多いため、自由な表現ができる制作委員会なしの制作方式としたと考えられますが、これが結果的に出資した3社に大きなリターンを生み出しました。チェンソーマンについても、血が吹き出すシーン、内臓が飛び出すシーンなど、鬼滅の刃と比較してもより残酷な描写が多く、原作再現度を高めるためにも、この方式を取ったものと考察できます。ちなみにアニメを1話作るのに必要な予算ですが、クオリティを重視した作品の場合、3000万円ほどが必要とされており、1クール12話を制作すると、最低でも3億円以上の資金が必要となります。これがアニメチェンソーマンの制作会社であるマッパが、社運をかけていると言われる最大の理由です。アニメチェンソーマンについては、テザー映像の公開時からそのクオリティの高さが際立っており、また最近発表された情報では、エンディング曲に数多くのバリエーションを用意していると発表されるなど、一般的なアニメと比べて莫大な予算がかかっていることは明白です。裏を返せばチェンソーマンが大ヒットした場合、出資した集英社とマッパ、ひいてはそこに所属するクリエイターは多額の利益を得ることとなり、その資金により、さらに素晴らしい作品が生み出されるという、好循環の起爆剤となるため、一ファンとしてはその成功を願わずにはいられません。ここからは、マッパの社運をかけた作品に携わる、クリエイター陣について見ていきます。監督は中山隆さんで、アニメチェンソーマンが初監督作品となります。これまで原画や絵コンテとして多くの作品に関わっており、代表的な作品としては劇場版呪術廻戦ゼロや、マクロスデルタなどが挙げられます。またチェンソーマンのエンディングを担当するアーティストの一人、イブのレイゾンデイトルという楽曲のミュージックビデオにも携わっており、過去にはエヴァを制作したガイナックスに所属していた経歴もありますが、現在はフリーで活躍しています。中山監督は実写作品にも造詣が深く、チェンソーマンが実写的なニュアンスが多い作品であることと、
実写のニュアンスを取り入れたアニメ作品を作りたい、と考えていたことがマッチして、その技法を取り入れた制作を指揮しているそうです。具体的には、葉っぱは緑で空は青という、今までのアニメのような絵の表現にはとらわれず、実際の世界を再現することを重要視していると、インタビューで答えています。予告映像では血の表現が印象的だったものの、これもグロ表現に重きを置いているわけではなく、現実で同じことが起きた場合、このような色味の血が出るとの考えから、あくまで現実に即した描写にした結果だそうです。監督は、本作においてはスプラッタ描写を自主規制しない、とも語っており、これは紛れもなく、制作委員会方式を取らなかったことによる、自由なアニメ表現を可能にした結果です。またキャラクターの声にも現実っぽさを反映させるために、ナチュラルさが出せるのと思っていることを条件に、声優を探したと発言しています。電磁役の戸谷菊之助さんについては、以前の動画でも紹介したように、アニメのメインキャラクターを演じられるのが本作が初めてとなりますが、電磁の生態を持っているという理由で起用されたことが、様々のメディアで語られています。早川明役の坂田翔吾さんも、監督との会話で、秋の生態だから選んだと告げられたことを明かしており、この言葉によって、自然に秋を演じられるようになったと語っています。このように一般的なアニメとは一味違う、声優陣のナチュラルな演技には要注目です。また中山監督は、このアニメ、漫画をそのままやってるだけじゃん、と思われたいと語っており、その原作再現度にかなりのこだわりがあるようです。ちなみに監督の好きなキャラクターは、パワーと吉田博文とのことですが、吉田博文の声がどのような喉なのか、その登場が待ち遠しいです。次に声優陣について見ていきます。声優陣については過去の動画で紹介していますが、今回はそのコメントなどを簡単に紹介します。電磁役の戸谷菊之助さんは、起用理由が電磁の音を持っていたからと語られる、新人声優です。収録においては、ポチタ役の伊沢さんに緊張をほぐしてもらえたと語っており、作中と同じようにポチタに助けられた、というコメントも残しています。演技に関しては、監督からのアニメより実写に近い芝居をしてほしいと要望され、これが日常生活だったら自分はどうするか?を意識して、アニメというよりもドラマのような演技で臨まれたそうです。秋役の坂田さんによれば、戸谷くんは電磁とのシンクロ率が高くて、彼の繰り出すアドリブが見どころの一つとのことで、原作を読まれた方はアニメのアドリブシーンを探す楽しみがありそうです。またお気に入りのキャラクターはマキマと明かしており、この点についても電磁とのシンクロ率の高さが見受けられます。マキマ役の楠木智美さんは、もともと原作の大ファンで、友人からもしアニメ化されたらマキマ役をやってほしい、と無茶振りされていたというエピソードを披露しています。好きなキャラクターはマキマ、好きなエピソードはレゼ編の最後のマキマと語る、生粋のマキマファンですが、オーディションにはマキマ役とパワー役で参加し、結果的にマキマ役として抜擢されました。放送直前特番では、マネージャーに夜の公演に呼び出され、緊張しながら向かったところ、花束を渡されて、マキマ役に受かったと告げられ、嬉し泣きしたと語っており、本人事務所ともに、かなりの気合を入れて、マキマ役のオーディションに臨んでいたことが伺えます。早川明役の坂田翔吾さんは、ある日社長室に呼び出され、何かやっちゃったかなと不安に思っていたところ、秋役に受かったことを伝えられたそうです。坂田さんは、電磁に股間を蹴られるシーンの演技を特にこだわった、とも語っており、そのリアルな演技に今から期待が高まります。パワー役はファイルーズ愛さんで、チェンソーマンに関連する番組やインタビューでの写真で、頻繁にパワーのコスプレを披露しているのが印象的です。好きなキャラクターにパワーをあげていることと合わせても、純粋にキャラ愛の強さが伝わってきますが、パワー役のオーディションが第3次まであったと語っており、そのキャスティングがかなり難航していたことも明かしています。監督によれば、最も決めるのが大変だったのは主人公の電磁とのことですが、作中でもかなり特殊なキャラクターであるパワーの役についても、その人選の困難さが計り知れます。パワーの演技に関しては、妹感を求められたと明かしており、可愛らしい演技が披露されるでしょう。ポチタ役は伊沢しおりさんですが、もちろんワンやワフッなどの鳴き声も、伊沢さんが担当しています。人間の言葉を喋るシーンでは、男性でも女性でも大人でも子供でもないけど、存在感があって優しさと強さを感じるように心を込めた、とおっしゃっています。
伊沢さんといえば、可愛らしい声が特徴的ですが、どのような声色なのか注目です。ちなみに伊沢さんの好きなキャラはビームだそうで、原作を読み込んでいることを伺わせます。姫野役の伊勢マリアさんはインタビューで、架空のキャラではなく一人の人間として、姫野を存在させたいと考え、普段から姫野として生活したり、姫野の過去やアキくんに対する気持ちを想像して、思いを募らせたと語っています。これはキャストのキャラクター作りの過程が感じられる、興味深いインタビューです。伊勢さんは姫野を演じる前は、マキマとクアン氏が好きだったものの、姫野に感情移入するうちに、公安対魔得意四課の全メンバーが、大切な存在になったと明かしています。東山小紅役は高橋かりんさんで、SNS などでは原作のイメージと一致してるとの声が、最も多い配役となっています。高橋さんは小紅を演じるにあたって、小紅らしく素直に気持ちを表現することと、個性的にしすぎず普通の子でいることを強く意識されたそうです。最後に紹介するのは、岸辺役の津田健次郎さんです。インタビューでは、監督のとにかく抑制した芝居というリクエストを意識して、過剰なほどに起伏を抑えて、徹底的に添い出し芝居をしたと語っています。そんな岸辺ですが、スタッフ陣からも好きなキャラクターとして挙げられるケースが多く、脚本の瀬古博さん、音楽を担当される牛尾健介さんが、岸辺好きを公言しています。チェンソーマンの楽曲を担当するのは、今人気の13組のアーティストたちです。それぞれのアーティストに関しては、前回の動画で詳しく解説しましたが、今回はその中から、注目すべきコメントを抜粋して紹介していきます。マキシマムザホルモンのフロントマンである、マキシマムザリョウくんは、なんと楽曲のオファーが来る前に勝手に曲を作って、ティザー映像と単行本から抜粋した絵を組み合わせて、本気で動画を作ってアニメ制作サイドに、プレゼンしたことを明かしています。その際に制作した動画については、もしオファーが来なかったら、裏主題歌みたいな感じで勝手に公開してやる、との意気込みだったとも語っており、本作にかける熱意がストレートに伝わってきます。エンディングの一翼を担うと覚えは、特定のキャラクターにスポットが当たった回を担当しているそうで、そのキャラクターをイメージした楽曲をリクエストされた、と明かしています。特定のキャラクターが誰なのか現時点では不明ですが、どの回で流れるのか、ぜひコメント欄で皆さんの予想を教えてください。エンディングを担当するバウンディも、マキシマムザホルモンと同じく、チェンソーマンが好きすぎるあまり、オファーが来る前に勝手に曲を作ってアニメ制作陣に提案していたそうです。このように名だたるアーティストの創作意欲をかきたててきた、チェンソーマンですが、ついに10月11日火曜日の24時から放送開始となります。先ほども紹介したように、配信で楽しみたいという方は、事前に Amazon プライムビデオに加入しておくことをお勧めします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。